うん、今回テストで、まあ、データしっかり測ったら初速がはっきり出てるんで、まあ、フィーリングもいいし距離もいいし使わない理由がないというか買えない理由がないなっていう。ショートゲームは柔らかくてその柔らかい感じでこうベースに乗っかるパターンで乗っかったり柔らかく飛んでくれるっていう。それでいてそのドライバーとかの方がこう一瞬くっつくけどこうその後の初速が結構速い感じがして、すごい不思議な感じですけどすごい本当に飛んで止まるというか、まあ飛んでコントロールしやすくて本当自分の中でいいボールだなっていう印象をすごい受けましたね。まあ今回のボールは飛んで止まるフィーリングもいいので、まあ魔法のボールだなっていう感じですかね。うん。ブリヂストン。